田中先生。どうも東京挫折組でーす。お願いします。今日の企画は何としても片手で卵を割りたーい。よいしょ。今日用意したのは卵ね。これね、結構ね有名な検証なのかもしれないけども、うん、これね、いろんな YouTuber の方とかが卵をこう片手でね握りつぶすことは不可能っていう動画を結構上げてて、それこそあの筋トレ系 YouTuber 俺見るけど、うん、本当に何人かやってて割れないからね。いや、そうらしいの。そうそうそう。そんなことないでしょ。いや、そんなことないと思うじゃん。じゃあもう試してみちゃう今。冷たでじゃダメだよ。冷たでじゃダメ。おえー、でしょ。本当に割れない。割れない。割れない。マジで。だから今日はね、ちょっと僕らがいろいろな方法を用意してね、どうにか卵を片手で割ろうじゃないかという、ね、割れたー。おー、早速やってみよう。それではね、早速検証を開始していきたいと思うんですけども、まずね、最初に用意したものは瀬戸さんもう右手につけてますね。ゴム手袋。そう、これね、やっぱりあの手がね滑るから割れないんじゃないかなっていう、僕の読みで、ゴム手袋で完全に滑らない状態にしてね握ればこれ割れるんじゃないかなっていうね、うん、もうちょっと違うもん、さっきとでしょ。矢野ちゃんだと思って。わあ、もうやりがあるねそれ。なんでだよ。それではどうぞ瀬戸さん、いきますよ。はい。お、お、いけ、もうちょっとだ、もうちょっと頑張れ、決まれ決まれ瀬戸さん、あー決まれ決まれ決まれ、これはすげえや。マジで割れないんだ。何も変わんない。いや、全然何もびくともしない、うん、手応えなかった。手応えなし。成功か失敗で言うと瀬戸くんどっちなんだろうこれ。いや、これも大失敗。うわー、長い戦いになる。お二人頑張って。それではね、続いて田中先生の方法を試したいと思うんですけども、お願いします。はい、田中先生にはね、これあのトレーニングチューブ、やっぱり片手に力が入ってるから割れない可能性がある。全部に力入れたら卵ね、いや矢野くん割れると思います。いや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 、ここね、瀬戸がグーって引っ張ってもらって、そうそうそう、この力をもうここに全部持ってます。そう、全身の力を卵に込めればこれ卵割れるんじゃないかと。ぶっ潰すのやめ。そうそうそう。いや、なんかなんで俺なのよ、これ俺じゃないからさ、矢野さんがぶっ潰れてしまう。だからもうちょっと瀬戸さんがね、だから引っ張っていただいて、体重全部乗っけて、もう体重全部乗っけていきますよ。いきますか。はい、どうぞ。はい、うわー、いけー、田中先生、瀬戸も引っ張れ、瀬戸も引っ張れ。いや、違う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 、もうトレーニングチューブ持ってないじゃん、もうこれはすごい。マジで割れない。最後の方叫んでただけじゃないの今。大声ってすごい大事なんだよね、力伝わるから。あ、なるほどなるほど。あえての室伏選手一緒ですね、ハンマー投げ。はぁ、室伏、室伏でも割れない。究極って言われてるんですよ、卵って。あ、そうなの。ビタミン C と食物繊維以外全部入ってる。これ栄養でしょ。そうなんか腕太くなりましたね。どこまで成長するんだ。これはもう成功か失敗で言うとどっちなんだろう。成功。いや、なんで。嘘つかないでください。はい、それではね、うん、最後矢野の方法を試したいと思うんですけど、出た最終兵器、卵人間。いやいや、何なんすか僕を卵に従うのり。僕の方法はね、うん、やっぱりね、人間ってさ、痛みを感じた時にさ、力がガーッと入らない。だからね、ちょっと僕はこれ田中先生に暴力を振るってもらって、うん、だからもう握っといて、で田中先生に、まあ、なんかされた瞬間にこうギュッて割れるんじゃない。だからもう怖いんですけど、あんまりその本気にやんないでくださいね。もうそのうわ、なんで目パチパチしてるんですか。やばい時の顔だ。うわちゃってる時の顔だ。もう検証レベルにしてくださいね。ちょっと待ってね。もう今ノリでやっちゃってるけどさ、チキンエッグ
ね。美味しいじゃん。じゃあまずね、最初にもう力入れておきますから、じゃあ行きますよ。はい、オッケー。はい、もう全然割れない。はい、うわー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 、これはどうなんでしょうか。スローモーション。これは落としたから割れたんじゃないですか。これどっちが矢野さんですか、これ。でもう絶対もみじできたよ、これもう。ちょっと矢野さん、黄身出てるわ。黄身出てる。もういいよ、触んのってな。もういい、もうマジで、もうカメラに収めてるから。いい、黄身出てないよ。あで、もうこれ、カビ生えてんじゃん、これ。でもね、なんていうの、そのもう痛みで、むしろ力が抜けて落としちゃった球。これは成功か失敗で言うとどうなの。でもじゃあ落として割れたって、うん、どうなんだ。成功。あ、成功なのか。成功なの。なわけねえだろうかよ。あっちの本当に騙されたな、おい。ちょっと付き合い方考えろ。いや、おかしいですね。ちょっとね、リベンジしたい。だからもう、科学的に研究してね。ああ、そうね。割れる仕組みを。力学とかちゃんとして。そう、ちゃんとやって、ここに力を入れれば割れるみたいなので、もう一回ちょっと。ちょっとリベンジしましょう。ああ、リベンジしたい。今回の検証結果、片手で卵を割るのは、ほぼ、無理。卵は1日4個までだよ。結構食べてる。東京挫折組です。お願いします。